というわけでしょ、格上やね、国門家の、まあ、護衛は、そういう意味しちゃったね、田中信夫さん、おかげで回答できたよ。さあ、まだよね、今でも、ビクトン氏は、意外なことで、変異ウイルスでしょ、変異ウイルスで2015、おい、もう3年近く、社員の大部分、陰性だったの、やられた、おい、初めて赤字。出しました。私有名になりました。もう日本語はまあ、ね、はい、2017年会見、そして勝なりました。そう、元が会、詳しくは英語版見てください。お名前で英語。あれ、そう、そう名前で入れんかったやろ。またブラウザ特殊やから入れんぞ。もう無理ね、高井さんうまいね、英語すごいね、言われね、水健一郎支え、英語か、言われね、水では、四角委員長あのよ、三つ、この青なあ、おっと思った、これあれ税金払わされるから気をつけろ、ユーチューブ有料化されて発表もう知ってたから、うん、もう知ってたからねさあそんな前でさあおお、あっ、平和安全保障研究所もうすでに国門家制圧した、残念でした、もう抜けるからさ、もう終わりや、もう制圧してたからやっぱりね、かしって残念でした、じゃあつる、ね、ここは平和堂の本社なんや、実はね、もう本社機能してないよ、なんでよだ、滋賀県無関係でした、うん、全然何もだ、残念なら無関係でした、はい、終わり終わり、わかりました、はい、終わり、わかりましたさあ、わかりました、終わり、よかったよ、そう、ほら反響残念でした、もうえ、うん、ここは、ね、鶴がね、なぜ福井な、そうだね、もう分裂したからもう終わりや、そうロシアの関係者あんまり、やっぱりな、だから、な、危険、びっくりした、俺もほら、あ、俺も日本無視する、だ、俺は今月中にはここすサルコの言った、あ、もうさ、じゃあ、エイメイケットの新山氏、あ、もう、さ、水沢の辺、ほっとけ、もういいや、もう、対策練ってるからね、さ、俺も監視対象やで、あの、大変、あ、もしや、さ、もう、もう、巨大よ、初めてモサドに連絡した、あ、いいっす、報告した、あ、日本のテロリスト、日本国内にテロリスト報告した、もう、いや、もう青にも終わってたわ、もう、あ、残念でした、放火でした、これがね、福井県でした、福井県、敦賀県でした、はい、時期若狭重視した、美山でした、美山、ああ、なんて昔、ね、水色、なんで、あんまりしない。ないよ、俺、単独、東京に単独で行った。あれ、初めてやな。複雑やったよ、そう。意外と、そう。な、電車使わない。意外と歩いてでもできた。もう、な、あんまりか。な、俺は常連店が娘、息子でさ、今、孫や。うん。気づきました。安全や上司。ようやく解禁されました。うん。もう日本で無視拒否して、で、した、
以上です。